大阪府出身、2015年プロ入りの48期生ボーダーロー専属の山田由紀です。昨年全日本女子プロ選手権を時のわからないままですが優勝することができ、目標の一つであるシード入りも達成しました。今は応援してくださるファンの皆さんに愛されるプロになるのが一番の目標です。ボーリングを見るんやったらスカイ A。